続きまして青柳様お願いいたします。東京成徳大学の青柳と申します。このような格好しておりますが、四季並子ども短歌コンクールでは飛行というのを担当してまいりました。これまでこちらの方でステージで、優勝した方の歌を、節をつけて読み上げて歌うということをしてまいりましたが、今回初めて、審査の大役を任されまして、で、先生方と共に審査をいたしました。私はこういうその歌というものは、まあ、和歌、短歌の歴史から言いまして、その歌われるものだというふうに基本的に思っているのです。ですからもちろん目で読んで楽しい短歌もありますけれども、やはり口に出してみたときに、その自然のリズム、あるいはその流れるような調べ、そういったものがやっぱり、感じられる歌が素晴らしい歌なんだと思います。田中雅子さんの歌ですね。夕焼けが黒いお山を飲み込んで、星と月とが生まれたんだよ。こうやって読み上げるだけでスーッと何か入ってくるリズムというものがございます。これは日本語のもともと持っている流れなんだろうと思います。先ほど大臣が、この短歌和歌を世界遺産にしたらっていうふうにおっしゃってくださいました。私は大学では和歌やそれから歌謡を研究している人間なので、まさしく素晴らしいことだというふうに思います。日本にしかない文化、そういったものが、この短歌和歌だと思います。田中さんの歌はそういう意味で、見事なリズムを持った短歌だというふうに思っております。これからも、そういった短歌が集まってくることを強く期待してやめません。後ほど飛行してお目にかけます。ありがとうございました。